ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人でございます。美味しいラーメンをお届けできればと思います。はいはい、ラーメンサンドさんのこの限定の一杯牡蠣の塩ラーメン、こちらを求めて、今回は来ました。もう本当売り切れかと思ったんですけれども、なんとか最後の一食に奇跡的に貼り付けました。ありがとうございます。神と阿部店主に感謝であります。そして、ところで盛岡といえばラーメン激アツの街でございます。最近もうどんどんさらに進展が増えてまいりまして、全部もう当然終えてません。これから気になるお店はどんどん訪れていきたいと思います。ラーメンサンドさん、私が最も岩手盛岡一番好きなお店であります。営業時間は11時半から15時まで、結構ギリギリまで営業されておりましてありがたいです。で、7月現在メニューは鶏そば、比内地鶏、シャモロックの塩ラーメン、煮干しそば、そして塩ラーメン、中華そば、昆布水つけ麺限定であります。さらにもう一個限定で今回の、牡蠣の塩ラーメンであります。スープは昆布、牡蠣、トッピングロースチャーシュー、牡蠣のアヒージョ、白髪ネギ、三つ葉とのことです。ラーメンサンドさんの麺の次の醍醐味の、極上の鶏スープを使ってない牡蠣と昆布のシンプルな引き算の組み合わせというところが実に面白いですね。この牡蠣のアヒージョが後半濃厚になるんでしょう。前半は、淡麗でいく感じで後半濃厚になっていくんでしょうか。でそれで柑橘系のこのレモンが効いてくるんでしょうか。勝手にこうなんでしょうね、ビジュアルしながら妄想しております。はい、それではいただきたいと思います。牡蠣っぽいこう煮出し具合といいますか、煮詰められ具合ですね。でいただきますと、やはり塩がぴったりですね。醤油じゃないですね、これは塩、多分ミネラルたっぷりの、まあ、海水ですね。海水でこうこの牡蠣だしを引き立て、で昆布がまた牡蠣を引き立て、非常に深い旨味で、淡麗ながら奥深く、地味深く迫ってまいる、じわーっと感が半端じゃない牡蠣の旨味です。でアヒージョ今いただきましたが、これがまたいいですね。ニンニクの感じが出てますね。アヒージョといえばニンニクとかいろんなものがブレンドされてると思います。いや崩すのが怖いんですけれども、あまりにも美しすぎて、でも崩さないといただけませんので、はい、この平打ち麺、長さがありまして、中華水前半のような印象です。中華水前半の熟成なんですかね、朝製麺したてなんでしょうか、その辺は分かりません。多分朝製麺したてな、じゃないですね、多分限定なんで朝製麺したてじゃなくて麺は置いていると思います。この多分熟成が効いた平打ち切り場、多分スペック的に16の平打ちになってるかと思います。分かりませんよ、まあ個人的な見解です。面積が広い中細ではない、麺、レギュラーとは違う中細ではない面積が広い麺がゆえに、牡蠣を存分に味わえます。平打ちの長さのある麺、おそらく切り刃16番手を平打ちにしている可能性があります。その麺で、ありますが平打ちでございますので、もちもち感があります。いやそのもちもち感に牡蠣を存分に味わえます。でこの牡蠣アヒージョを全体に混ぜ合わせていただいていきます。いやー来ましたか、来ましたか、来てます、来てます、来てます、来ましたか、来てます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 。いやーこれですね、このストーリー性ですね。前半の淡麗の牡蠣と昆布の明白な淡麗の旨味から、
こう濃厚に変わっていく、こうガーリック感も出てきて、いや表現として本当に素晴らしいと思いますよ。スープが前半中盤という流れの中で、絶妙に、うまく変わってまいりますので、他の具材も表情が変わってまいります。この濃厚な牡蠣アヒージョをまとったこの豚ロースチャーシュー、低温調理でしっとりとしており、ロース本来のうまみを低温調理ゆえに、存分に味わえます。まあ一つ一つが本当に隙がありません。素晴らしい表現であります。はい、持ち上げてこの長さのある平打ち、麺、持ち上げて、すすり上げますと、まあもうここで、中盤から後半に向けての流れですね。この濃厚なあの牡蠣のスープ、もう濃厚に変わってまいりました。淡麗の旨味から濃厚に変わってまいりました。濃厚な旨味を存分に平打ちで、面積がありますので味わえる、噛み締め感でございます。やっぱりなんかこう中華水の感じでございますね。で、ソーダ節で漬けられたと思われます、麺は非常に柔らかく、この辺りの具材一つ一つが隙がありません。ラーメンサンドさんは過去に、20回くらい、訪れております。で、盛岡自体は多分、まあ、25回くらい、行ってると思います。宮城、隣の県でございますけれども、ここまで頻繁に訪れるお店で、やはり毎回最高のラーメンっていう風に感じさせてくれる、お店、っていうのは他県でもありませんね。岩手最高のラーメン店、もう味、そして接客、あとはまあコストパフォーマンスも本当にすごいんですけども、ちょっと恐縮ながらもうちょっと値段上げてもいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけども、まあとにかく味と接客が本当にもう超一流すぎて、なんかもう幸せに帰ってしまうんですね。いつも幸せに宮城に帰ってしまうような感じで、まあいつもまたお願いしますっていうふうに阿部定さんに言ってもらえるんですけれども、おっしゃっていただくんですが、こちらこそよろしくお願いしますという感じでございます。はい、それでは岩手県盛岡市、ラーメンサンドさんの限定牡蠣の塩ラーメンでありました。いやー、もうめちゃめちゃ美味しいとかも超えてますね。ちょっとレベルが違います。やはりちょっと次元が違う感じでございます。牡蠣と昆布の出汁っていうこのシンプル具合もすごくいいですね。牡蠣の旨味が実に引き立てられた淡麗系から、この牡蠣アヒージョを混ぜ合わせることによって濃厚に変貌していく、変わっていく、この一杯で、相変わらず、中心をなすのがこの、最高の自家製麺、香り豊かな、小麦香り豊かな自家製麺、長さのある、おそらく切り場16番手の平打ち、でストレート、面積が横に広いがゆえに、平打ちで広いがゆえに、存分に噛み締めに牡蠣感を味わえます。で、あえてこうレモンをいただいておりませんでしたけれども、レモンって多分絞るよりも噛んだ方が変化を楽しめるんですね。昆布水つけ麺元祖の島崎さんが言ってましたけれども、昆布水つけ麺に、提供する、レモンというのは、レモン自体を噛んで、そのまま噛んで、でそれで味変を楽しむということです。
こんだけスープに使っておりますと、やっぱり絞るっていうのもなんかちょっとおかしいと思いますし、箸で崩すっていうのもおかしいと思いますし、そのまま噛んだ方がやはり後半味変化を楽しめました。これからも岩手の美味しいラーメン屋さんを、自分なりにできる限りお届けできればと思いますけれども、とにかくラーメンサンドさんが中心になると思われます。そして地元の宮城はやはり麺ハウス木漏れ日さんになります。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。この日は木漏れの湯に来ました。最高のお湯でございました。炭酸泉と岩盤浴全部味わいました。